王子の知略によって守腕輪を使ってほう。卑弥呼とやらを探すのじゃ。きっとその者が腕輪を持っておる。皆に崇められているなら知る者も多いはず。付近の者に話を聞いてみましょう。卑弥呼、何やら幼い少女の面影が。ですが思い出せません。そこの者教えよ。卑弥呼とやらはどこにおるのじゃ。何？さては貴様も、卑弥呼様には指一本触れさせんぞ。やめよ。わらわは卑弥呼とやらに会いたいだけなのじゃ。落ち着け。我らは決して怪しいものではない。怪しい奴に限ってそう言うんだよ。場所を通っただけで襲われるとはどういうことだ。トム、よほど虫の居所が悪かったのかな。気を取り直して次に行くのじゃ。卑弥呼について聞いて回れなど、あの小娘も私に指図しおる。尋ねようにも、この辺りには人がいません。父上、向こうの砦の方へ行ってみましょう。そちは卑弥呼とやらの居場所を知っておろう。わらわに教えよ。証拠りもなく戻ってきた。今日こそ滅す。知りたいだけなのじゃ。なのになぜみんな怒るのじゃ。奴らの警戒ぶり。俺たちがここへ来るまで何かあったか。なぜ誰も教えてくれぬ。意地悪なのじゃ。あと一人だけ試してみるのじゃ。完全に飲み込んでや。そこの親切そうな男、教えよ。卑弥呼とやらはどこにおるのじゃ。貴様ら、また卑弥呼様をさらいに来たな。この先には絶対に行かせん。どう、任せるがよい。だから誤解なのじゃ。わらわは卑弥呼に会いたいだけなのじゃ。その戦、清潔だね。そちがいてくれてよかった。いかな敵とて怖くないのじゃ。誰も教えてくれぬ。しょうがないのじゃ。先ほどの名は、この先には行かせないと。もしこの奥に卑弥呼なる者がいるなら。トム、そうじゃ、そうに違いない。あの砦に卑弥呼はおるのじゃ。この辺りにも人はおらんな。門も開かぬとは無駄足だった。敵に会った時覚悟しろよ。目にも鮮やかな活躍だ。私の視線を捉えて離さぬ。卑弥呼とやら、そちと話がしたいのじゃ。ここを開けてくれるか。入り、どうせまたうちをいじめんのやろ。腕輪やなんや言うてやりたい放題しくさって。それでは、もしやアレスたちがすでに接触を。あんたら頼むで。あいつらいてもうたって。任せる。誰一人通せん。戦うために来たまではありませんか。やむを得ませんね。卑弥呼様が危ない言うから来てみたけど、これぞ耐えられて楽しそうやわ。いやあ、あんなところにええ男が。一緒に人たち回してもらおう。
お姫さん、それないぜ。俺がそばにいるってのに。芝居殿たちが狙われておる。このままだと面倒なことになりそうなのじゃ。受けてみよう。それはいけない。芝居殿、芝様、今助けに参ります。名曲の身のこなしだ。よくやった。お前がいれば必勝の策が描けるわ。チェイサー、そうやられてもうた。頭どないしよう。あなたに危害を加えるつもりはありません。どうかそこから出て話を聞いてくれませんか。ちょっと、先客がいるなんて聞いてないんですけど。あなたたちも腕は何かを嗅ぎつけてきたわけ？脳はなくとも鼻は効くらしい。どっちにしろ邪魔なやつは排除するだけだ。危ないから中でおとなしく待ってるの。あなたは不足かしんなきゃいいわね。うちの名前まで分かっとる。すごい。きっと救いの神様や。うち言うこと聞く。上等、そのままひた走れ。そのままではダッキーにさらわれてしまうのじゃ。助けるのじゃ。どこへ行くのです。待ちなさい。鬱陶しいな。もう救いの神様の窮地や。黙って見てられへん。もう卑弥呼ったら、記憶がなくてもこうなっちゃうの。ご飯ばかりいたわるなら、うちも味方に加えとくれやす。ダッキー、何か企んでいるようだ。ここで捕らえてくれるわ。抑えよ我が勇士。これこそ王者の目にも鮮やかな活躍だ。私の視線を捉えて離さぬ。目に遭おうと、この世界は計り知れぬ。ですが、英雄と呼ぶべき人物は実に多い。これほど勉強になる世界は他にありません。異世界とはいえ、こうして当該殿と共に戦えること、心強く思います。自分も同感だ。共に力を合わせ任務を全うしよう。たまには卑弥呼の役に立てることな。これも戦うぞ。卑弥呼、我らが力となる。やりおる。次は負けぬぞ。その年で皆に崇められているとは、すごいのじゃ。せやで、こう見えてうち人気者や。あかん、おだてて油断させる作戦やな。簡単を禁じえません。今度会うたら絶対許さへん。行こう、ダキちゃん。あれ、なんでうちも名前知ってるんだろう。行きましょう、卑弥呼。この調子ならオロチ様にもすぐ会えそう。
皆さん強っ、名族にふさわしい結果である。